こんにちは、皆さん。ようこそ、私たちのチャンネルへ。本日のニュースは、人気タレント、団密さんの復帰についてお伝えします。団密さんが体調不良から復帰し、ファンたちは大いに喜んでいます。春先からテレビやラジオの出演を控えていた団密さんですが、この週、文化放送のラジオ番組、大竹誠ゴールデンラジオ。 で、待望の復帰を果たしました。ラジオ番組、大竹誠ゴールデンラジオのオープニング音声。番組内で団密さんは、自身の体調不良の原因について語られました。それは、祖母の死とペットの死による喪失感が主な要因だったそうです。これまでの団密さんの休養には、芸能人の中でもよくあることですね。最近では、 お笑いタレントで前衆議院議員の水道橋博士も復帰し、多くの方々に喜ばれています。断密さんは、夕刊富士や週刊誌の連載は続けていて、その中で普段の生活を紹介しています。そのため、完全に手つかずの状態ではないようですね。ただし、体調は万全ではないとのことですが、 復帰したラジオ番組では元気な姿を見せてくれました。さらに、文化放送は団密さんの代役に曲アナウンサーを起用しました。これにより、団密さんのファンたちにも安心感を与えたようです。今後の団密さんの活躍にも期待が高まりますね。これからも、彼女の魅力に迫る情報をお伝えしていきますので、ぜひチャンネルをご購読ください。 今日のニュースは以上です。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。チャンネルの登録と通知ベルを押して最新て次回の動画もお楽しみください。ありがとうございました。さようなら。